じにですね、タオトの方に無事にタオトの方に到着しました。はい、タオトのミワさんです。今回いろいろお世話になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めまして。よろしくお願いします。どうも初めまして。こっちに座って。あ、はい。でもあれですね、少し晴れてきましたね。少し久しぶりの晴れですよ、ね。はい、あ、そうなんですか。あ、タオトにですね到着しました。タオトのですね、 YouTuber のミワさんのですね、計らいでですね、こんなビーチが目の前のですね、コテージにしてもらいました。いやいやいや、すごいおしゃれなコテージです。冷房もバッチリ効いております。こんな感じのコテージですね。うん。で、お水とコーヒーは無料だそうで、こういうですね、クローゼットもありますね。テレビがあって、でこうね、シャワーがすごい面白くて、これ段差になってますね。これ酔っ払いはやばいですね。酔っ払いの場合はやばいですね。こういう感じで、トイレとシャワー室があるという感じですね。おお、なかなか作りが面白い、おしゃれ。これからですね、シャワーを浴びて、ミワさんとですね、ランチに行きたいと思っております。今日からですね、3日間、タオ島のですね、コーラルグランドリゾートというところでお世話になりますけども、見てください。目の前がですね、ビーチです。はい。まあ、タオ島のですね、YouTuber のミワさんにですね、計らいをいただきまして、ビーチのですね、見えるコテージの方にですね、通してくれました。これはありがたいです。あそこにもなんかリゾートありますね。おしゃれな。いやー、なんかですね、皆さんに聞いたら久々にですね、タオ島も太陽が出てきたようで、とても気持ちいいですね、朝になってます。波の音聞こえますでしょうかね。波の音収録中です。やっぱり水が綺麗ですね。とても綺麗。これね、ミルコですね。はい、うん、何匹かね、はい、見ますね。はい、これあっち側にいましたね。ご飯待ち、ご飯食べてたのかな。うん、なんかもらってうろうろしていて、あの朝も見なかったんですよ。おお。で、実は昨日夜2時ぐらいに、うん、なんか誰かが木の棒を持ってうろうろしてて、うん、ずっと、うん、で犬がどこの犬もいっぱい吠えてたから心配だったんですけど、うん、こちらがですね、タオ島のメインロードのようですね。はい、リゾートはメインロードにあるということですね。はい、はい、一番の繁華街です。なるほど、繁華街ね。この中に入ると結構繁華街です。あ、後で行きましょう。これレストランとかもじゃあるんですね、はい、結構。そうです。でも閉まっちゃいました。右って見てもらうと分かるけど。あらららら。あ、閉まっちゃう。メイン通りでこれだけ閉まっちゃうの。自然が豊かな感じがしますね、見てね。はい。
この道路もコンクリートになったのつい2、3年前、3年前ぐらいだったかな。そうなんですか。はい。4年前の洪水の時にもうこの辺で腰ぐらいまでだったんですよ、水が。はあ。それでその時から一気に工事やって、はい、あ、なんか警察じゃなくてその時は軍の人みたいな人が来て、はあ、全部その管理指示を出して、あ、災害対策だね、そこまで。はい、その時港からコーラルグランドリゾートまでタクシーボートで来たんですよ。こちらのビーチ何でしたっけ？ピンウォンです。ピンウォンビーチ。ピンウォンビーチ。さあ、そう。ピンウォンビーチだそうです。ピンウォンビーチ。まあもうなんかこうプライベートビーチみたいな感じで。誰もいない。いいですね。はい。透明度もすごい綺麗ですね。もう下が見えちゃってます。さすが東京。これからですね、ちょっとスノーケリングを楽しんだり、ドローンをですね飛ばしていきたいと思います。ちょっと風があるので、風の音がちょっと入ってるかもしれません。獲物探してます。行きますよ。はい、はい。それではですね、十数年ぶりのスノーケリングですね、挑戦したいと思います。覚えないか心配です。それでは行ってきます。はい、それではですね、いや久々のスノーケリング、いや久々の海だわ。あ、しょっぱいわ。しょっぱい。それではこれから海の中撮影していきます。ですね、大変なことをやってしまいました。川島、ドローンをですね、雪取ろうと思ってですね、寝起きだったんですよ。寝起きでですね、飛ばしたんですけども、沖に行ってはいいものの、上昇とですね、下降を間違えてしまって、おそらくですね、リモコンを動かして、おそらく海の藻くずとなってしまったと思います。ドローンがですね、いやーショックだわこれ。いやー何のために来たんだやらが。うわー、
皆さんにドローンのですね、シャオ島の綺麗な景色を見てもらおうとですね、タイオ島まで来たんですけども、ドローンをですね海の中に落としてしまいました。いやショックだわこれ。どうすんのこれねえやってしまいました川島リアクションに困りました。初日ですからね。初日ですよ、はい、しかもさっきのデータも取ってないっていう。さっきのあの海の方のも、うん、いやーこうショックだわ。どうするよ。あ海は綺麗なのに。久しぶりに海もタオ島のですね夕日の現場からお伝えしました。すいません、じゃあ、はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。明日ダイビングよろしくお願いします。よろしくお願いします。ですねダイビングセンターのミカさんですね。はい、明日ダイビングでお世話になります。はい、皆さんももちろん見ます。今日はですね、ヌーガタの大きいお店の方へ、はい、来てますので、こちらでご飯を食べたいと思います。はい。はい。タオ島で、はい、2軒ヌーガタのお店あるうちの、はい、大きい方のヌーガタのお店で、うん、タオ島に住んでるタイ人たちも、なんて言うんでしょう、誕生日とかってみんな家族でどっか食べに行ったりするときに、はい、大体もうみんなここに来る。なるほど、ね、誕生日はここ、なるほどね、なんかイベントはここみたいな、うん、っていうぐらいみんなここの住民が大好きな村田です。はい。ねみん